はい、5月6日暗号通貨の価格評価になります。まずビットコインですけども、こちらの方はねボラティリティが大きすぎて私言うことはありません。昨日はね600万円終わったんですけども、今日もすでにね20万円ほど値上がりして620万になってますね。このね毎日ね10万単位で上がり下がりするのなんとかなんないですかね。でイーサリアムですけども、順調に40万に目がけてやってきてます。まあ、私はね100万円まで行くよっていうふうにずいぶん前から申し上げています。まあ、ですので20万円以下で仕込みは完了しないといけないかなと思ったんで仕込みは完了していたんですけども、現在37万8000円ということでね、もうすでに40万見えてきたでしょ。100万までそんなに遠くないですよね。これ少なくとも今年中には100万いくと思いますので、私ね20万円以下でほとんどの、このイーサリアム仕入れてますんで、かなりねもう本当に資産的にもワクワクしてますし、この金融分散型金融のディファイっていうのがここまで流行ってきてイーサリアムが利用されてるのかなと思うと、ディファイに参加するよりもイーサリアムを買ってほっとくだけの方が絶対いいなということは今でも思っております。で、リップルですよね。リップルは170円を回復してきて、私もそろそろ決済しようかなと思いましたね。できればね400円台に行くところを見たいですし、その頃に私が決済するそのボタンを押したいなと思ってますけども、400万を、まあ、待つのもいいんですけども、まあ、この辺でね離脱して他の通貨に意識を集中してもいいかなと思っております。本日の価格でリップルは171円です。前回みたいに200円前後でうろうろしてる時に売っておけばよかったなっていうことも思うんですけども、まあ、170円でもね取得なんか42円ですから、だから4倍ぐらいになってますんでね、もう十分かと思いますよね。はい、それでADAですけども、本日160円をつけました。現在までの最高値じゃないかなと思います。こちらのADAなんですけども、これからもね私は暗号通貨ADAについて中心に情報発信をしていくのはこれからも変わらぬスタンスというふうに申し上げたいと思いますけども、昨日ね体のステーキングADAのステーキングプールを運営しているリピさんとのズーム対談をさせていただきましたけども、このね体のADAっていうのは透明性もかなり高いですし、それからですねそのステーキングにこうステーキングに参加することによって得れる報酬っていうのはもともとカルダノがストックある140億枚のADAを、まあ、付与している形なんで、もうこれね利益確定なんですよね。まあ、ですんでこれがなくならないうちに早くねこのカルダノADAのステーキングに参加した方がいいなと思いますし、それから10年間はこれがね行われるんではないかなっていう話もちょっと昨日聞いたような気がしますけども、まあどちらにしましてもね、なかなかこのカルダノADA腰が入ってるなと思います。カルダノADAのことを研究したり資金投入するのに比べて他の通貨にかけるエネルギーってのは私はほとんどもう無駄というかねもったいないなと思う気がしまして、もともとカルダノADA一本やりだったんですけども、で浮気の意味でねビットコインとかイーサリアムとか買ってたんですけども、こちらの方ねなんか結構ね余剰資金がかなりできましたんで、全て決済してADA一本にしてもいいぐらいですね。おかげさまでカルダノADAの方はステーキング報酬もね、まあ、1ヶ月経ちましたけども大体30万に迫るぐらい出てますんでね、今ね2000ぐらい1ヶ月で出たんですよ。2000で2000カルダノADAに対して現在の160円かけるとね32万ですね。1ヶ月32万の、ステーキング報酬が付与されたということになります。すごいっすね税金しっかり払わないと。決済しようかな、ADAもね。一部決済しようかな。まあでも、決済しても買うものないですしね。特にないですね。ということで、本日は、なんか私がね、ワクワクしてるところばっかりお話しましたけども、まだまだこれからもチャンスありますんでね。ぜひ暗号通貨に意識を向けていただいて、これぞという通貨、しっかりと研究して掘り込んでいただければと思います。で本日は以上でございます。